も、こんばんは、こんばんは。もうすっかり今我々のいるところは夜でございます。はい、真っ暗ですね。はい、ですね、一撃屋のですね、Windows 5000のゲストリレーが、はい、4人終わりまして、はい、5人かですね、5人目のワンプブさんからですね、はい、バトンをですね、質問バトンをいただいちゃいまして急遽この動画日記でございます。はい、質問内容をですね、はい、なんと満腹さんから山本君になぜかバトンが来まして、びっくりしました。じゃあ質問、川原さん。はい、満腹さんからの質問、山本君のその普段から出ている面白い佇まいはどうやったら出るんですか？みんなはそんな風に見てもらえる。いや、俺ほんまですよね。でもなんか、どう説明したんでしょうね。ただ満腹さんは大原君に同じような質問をされて、てめえで考えろと思ったから。そしたらこれも、じゃあもしかしたらてめえで考えろって言わないといけないんかなって思う。いや、ただまんぽくさんは残念ながらあなたの先輩。そうです、すごく先輩ですね。人生の先輩ですからね。てめえで考えろとはなかなかね、それは言えないです。はい、いや、この質問めっちゃ嫌ですわ。いや、でも来てますから。いや、でもね、なんて答えたらいいんかちょっとね、全くこう、そう思われてるっていうことが、はい、僕めっちゃ新鮮ですね。その、なんか普段から なんて言ったらいいでしたっけ、その面白い佇まい。はい、もうすごいそれがなんか困惑してますね、今。だからすごい目で見られてますけど、これね、本当にね、大熊さん、ちょっとごめんなさい、これね、すごく僕、苦戦してるんですよ。大熊さん、普段から僕が出しているこの佇まいは、なぜ出るかというと、やっぱり、その、なんていうのかな、まあ、平成元年生まれ、平成1年から、ここ、2015年、それまでに生きてきた中で、やっぱりその、何不自由なく生きてきたわけじゃない。悲しいこともあったし、この動画日記やばそうですよ。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。ごめんなさい、本当にごめんなさい。